伊豆津屋小倉本店伊豆津屋黒崎店の屋上遊戯場伊豆津屋黒崎店株式会社伊豆津屋は福岡県北九州市を地盤とする百貨店日本百貨店協会加盟九州地方に本社を置く百貨店として唯一東省第一部に上場している北九州市において百貨店事業を展開する唯一の事業者であり 過去に北九州市で営業していた他社の競合百貨店はすべて同市から撤退、閉店している。1935年7月、小倉市長で旅館梅屋主人だった神崎慶次郎と文字市で五福店井筒屋を経営していた住岡義太郎との共同出資により設立された。建物の敷地は梅屋の土地を充当し、社名は 伊津屋の屋号を継承。さらに設立にあたっては、九州電気機動の出資を仰いだ。1936年10月に、小倉本店が開店した。このような経緯があるため、かつては西鉄グループに属していた。なお、現在も西日本鉄道は9.2%の株式を保有する大株主である。三越伊勢丹グループ主導の全日本。 デパートメントストアーズ開発機構に加盟しており、百貨店形態の直営店として、本店の他に黒崎店がある。また、山口市で関連会社により店舗を運営しているほか、福岡県内を中心に、新モズ、婦人医療雑貨など限られた商品を扱う小店舗を展開しており、その多くが大型量販店に併設、または隣接したサテライトショップである。 一号店として、黒崎店に近接して設けた大型書店、伊豆津屋ブックセンターは、その後、抜採駐車場再開発に合わせた小倉店オープンの際、ブックセンタークエストに名称変更。後別法人化して独立後、自場書店チェーンの赤文館書店に株式を売却して、伊豆津屋グループから離脱しており、現在は、伊豆津屋屋西鉄とは、 無関係な場所での店舗展開も行っている。2004年2月に小倉総合後に開業した小倉伊勢丹にも30%出資し、持ち分法適用会社となっていたが、証券競合による売上不振、共倒れ状態防止の観点から、伊勢丹持ち分の株式を美貌価格の一株一円で全て買い取り、2008年4月1日に株式会社、コレット・イズツヤに、 称号を変更して再開業した。伊勢丹とは、国内石丹開業を機に全国に先駆け、情報システムを統合するなど関係を強化していたこともあり、大きな混乱なく移行させることができたと見られている。2009年3月11日には、伊筒や本店との住み分けを図るために改装し、新店名、コレットに改装した。 1966年に開業した福岡市の JR 九州博多駅博多口の駅ビル、博多ステーションビルで関連会社の博多井津屋が営業していたが、2007年3月31日で九州新幹線博多駅延伸に伴う JR 九州による博多駅再開発のため閉店した。同時に博多井津屋社も解散した。2005年1月26日には、 社長名の文書で、新駅ビルへの各百貨店としての出店について、前向きに検討したいなどと営業継続を求めた。しかし、2006年4月3日に、JR 九州が、新博多駅ビルには阪急百貨店が進出にする、ことで正式に合意したことを発表した。これにより、保証金45億円で退去することとなった。博多屋閉店の際、屋から、 発表、公開された文章の中で、新 JR 博多駅ビルでの営業はと書かれており、当時から博多駅ビル以外での場所で再出店をした。その後2007年11月2日に、博多リバレンイニミニマニも地下2階部分に、イズツヤ本体による直営店舗、サロンでイズツヤ U として開店した。大人の価値観にフィットする上質なセレクトショップをコンセプトとしていた。 しかし、売り上げが伸び悩み、会社全体の経営も厳しい状況となったことから、本拠に経営資源を集中するとして、2009年3月30日に同年6月をもって閉店し、福岡市から事実上撤退すると発表した。閉店後は、特産品と九州産業中を扱う2店舗が引き続き営業している。 2009年2月期連結決算で、経常損益が9期ぶりの赤字に転落し、経営再建を図るため、以下の方策が取られることとなった。またこれに加え、筑豊唯一の百貨店であった、子会社運営の飯塚井筒屋についても、売上の回復が見込めないとして2009年8月31日を、もって閉店したが、地元からの再開要望を受け、 翌月半ばから伊豆津屋本体直営の小型店舗及び外商窓口、飯塚、伊豆津屋サロンの営業を開始した。それでも、なお業績が回復せず、2010年2月期の決算でも大幅赤字になる見通しとなったことから、同年1月9日、福岡、山口、水穂といった主力取引銀行に対して、金融支援を要請して合意を受けた。 この責任を取るため、中村は、後日、社長職を退任した。これらの経費削減が功を奏し2010年8月、中間連結決算において、減収ではあったが、3期ぶりに、黒字に転換した。2018年4月10日、2009年9月以来、旧伊豆ズ店の後継として営業していた伊豆ズ伊豆ズサロンについて、 証券内の消費環境が不透明な状況にある中、将来の業績好転の見通しは厳しく、さらに、店舗建物の維持、管理コストの増加も見込まれることから、同年10月末での閉店を決定した。同年7月31日、経営不振により賃料負担が重く、建て直しが厳しいとして、うべてを同年12月末、コレットを2019年2月末、 黒崎店を2019年5月末で、それぞれ営業終了し、関連の特別損失34億円を2018年8月中間期に、計上することを発表した。黒崎店に関しては2019年2月25日に、北九州市が出資する、第3セクターである、賃貸業名と黒崎との交渉などで黒字となる見通しがついた、ため、 同年7月31日まではそのままで営業、8月1日からは1回から3回に規模を縮小して営業を継続する旨を発表した。メイ黒崎はこの賃料激減を主因として教績が悪化し、2020年1月24日に破産を申請した。このため、同年4月2日の取締役会で黒崎店を 同年8月17日に閉店することを決定し、閉店した。2021年4月20日には、資本金を105億3200万円、1億円に減資し、資本常用金も119億400万円、9億2400万円に減らして、利益常用金に振り替え、累積損失を一掃することを発表した。税制上は、中小企業となり、税負担も軽減される。 北九州空港店名称は、いずれも井筒屋が自社サイトで用いる名称に従う。飯塚井筒屋井筒屋アネックスマイナス1、サテライトショップ、山口井筒屋、本店山口井筒屋宇部店、コレット JR 米原駅における駅弁業者をはじめ、全国各地に点在する同名の業者とも全く関係がない。社名とロゴマークが似ている。 京都の株式会社井筒八橋本穂とは一切関連がない。過去に井筒屋と同じ井桁マークを使用していた同業他社の福島県郡山市の薄い百貨店とも資本関係はないが、両社とも全日本デパートメントストアーズ開発機構に加盟している。社長は住友グループの菱井桁マークと告示しているが、家紋等に用いられる。 確率5つと呼ばれるものであり、特に、住友との関連はない。広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。